いよいよあさってから運転がスタートする大井川鉄道で人気の機関車トーマス号。これを前に今日島田市の新金谷駅で開会式が行われました。今年は2022年の台風15号で被害を受け運休になっていた区間も一部運転再開となり、関係者が再開を祝いました。また今日は地元の園児たちが招待され、早速乗車した子どもたちは大興奮の様子でした。今年は機関車トーマスの運転開始から10周年の節目の年、さまざまな部分をパワーアップしたといいます。今回見どころの一つとなっているのがこちら新金谷駅です。トーマス号の仲間たちが一部新金谷駅にお引越し。トーマス号の運転日にはウィンストンや特殊消防車のフリンと一緒に写真撮影を楽しむことができます。タイミングが合えばこのようにトーマス号が転車台で向きを変える様子を見学することもできます。さらに新金谷駅の売店ではこんな可愛らしいお弁当も販売しています。今年最大の見どころはトーマス号が今大井川の鉄橋を渡っています。台風15号の被害を乗り越え、今この場所をトーマス号が走ってきます。大井川鉄道は2022年台風15号の被害を受け、およそ3ヶ月もの間全線で運休に。その年の12月から金谷家山間で部分開通したものの、一部区間で運休が続いていました。こうした中、今年2年ぶりに区間を広げ、新金谷川根温泉笹窓駅間での運転が決まりました。大井川の本流を渡るトーマス号を見られるのは実に2年ぶりということです。未だその先の千頭駅までの区間は復旧の見通しが立っていませんが、今回の区間拡大が全線再開へ向けての大きな一歩だと担当者は話します。やはりね、大井川鉄道っていう路線ですよね。で、今までトーマスが大井川自体を渡って来れなかったんですよね、去年。ですごいなんかちょっと中途半端な感じがしてたんですけど、今年は大井川を渡ることができる、なんかやっぱり率直にいいですよね。あの川根温泉エリアの皆さんにもね、トーマスの笑顔を届けることができる、これ素敵じゃないですか。小さいかもしれないけど歩数を進めてるってことになると思うんですよね。これは時間はかかるんでしょうけども、確実に一歩ずつ前に行ってるんじゃないでしょうか。機関車トーマス号は今月8日から12月25日までの105日間運転します。7月8月の夏休み期間中は便数を増やして、その他の月は週末を中心に運転するということです。